ルシャン・ラヨビッチは、セルビア・ベオグラード出身の男子プロテニス選手。男子テニス国別対抗戦、デビスカップでの代表経歴を持っている。これまでに ATP ツアーで、シングルス1勝、ダブルス1勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス23位、ダブルス104位。身長183センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。 8歳からテニスを始める。2013年のデビスカップ決勝のチェコ戦に、ヤンコティプサレビッチが怪我のため欠場したため、ノバク・ジョコビッチに次ぐセルビアの2番手として出場した。トマーシュベルギ派とラデク・ステパネクにストレートで、破れチームも2勝3敗で敗退し、優勝を逃した。4大大会では2014年全豪オープンで予選を勝ち上がり初出場した。 二回戦で西コリケに1から6、1から6、6から7で敗れた。二度目の四大大会出場となった全仏オープンでは四回戦まで勝ち進んだ。四回戦では優勝した第1シードのラファエル・ナダルに、翌年の全仏オープンでも二回戦で、優勝した第8シードのスタンワウリンカに3から6、4から6、7から5、3から6で敗れた。 2019年のモンテカルロマスターズでは、決勝戦で、ファビオ・フォニーニに3から6、4から6で敗れたものの、ダビド・ゴフィニア、ドミニク・ティエムを倒し、自身初のマスターズ決勝進出を果たす飛躍を見せた。7月のクロアチアオープンでも決勝に進出すると、決勝戦では、アッティラ・バラージュに7から5、7から5で勝利し、ツアー初優勝を果たした。W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なし世界48位ラヨビッチ地震初の決勝へメドベージェフをストレートで破る ATP 戦モンテカルロ www.thetenisdaily.jp 2019年7月22日閲覧悲願の初 V 記憶に残る news.tennis365.net 2019年7月22日閲覧ありがとうございます。